トロントにおけるジェラードストリートの位置ディスカバリーディストリクトにある街路名の標識カーローアベニューから南向きに見たジェラードストリート1917年5月9日撮影ジェラードストリートは画面の左右を貫いており左手にはカナディアンナショナル鉄道の鼓動橋が見えるジェラードストリートはカナダオンタリオ州トロントの街路 この街路は二つの部分に分かれている。古くからそれぞれロアージェラードとアッパージェラードと称されており、前者はユニバーシティアベニューとコックスウェルアベニューの間、6キロメートルに渡ってオールドトロントを横切っている。後者はコックスウェルアベニュー上のロアージェラードの東端から北300メートルの地点に発し、スカーバルオ地区にあるクロンモアドライブのビクトリアパークアベニューと、 ウォーデンアベニューの間に位置する地点まで4キロメートルに渡って伸びている。ジェラードストリートはディスカバリーディストリクとイーストチャイナタウン、ジェラードインディアバザールなどトロントの中でも重要な地区を通っている。ジェラードストリートという街路名はアイルランド出身の実業家サミュエル・ジェラード、サミュエル・ジェラード1767年から1857年にちなんだものである。 ジェラードストリートウェストのベーストリートとラプランテ、アベニューの間の短い区間はジェラードビレッジと称され、19世紀後半から1920年代にかけてグリニッジビレッジのようなボーヘミアンな地区として知られ、1960年代末頃までその名残があった。当時の建物で残されているものもいくつかあるが、住民や事業所はもはや過去とは結びついていない。 ここに住んだり、縁があった者たちの中には、有名な著作家や芸術家もいた。ありがとうございます。